どうもこんにちは、テトリスエフェクトです。今日はですね、カウントダウンの、世界記録を更新しましたので、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ見ていきましょう。このルールはですね、まず、あゆみの、今光ってると思うんだけど、左側に。その光ってる場所に、この、左側のドロップスって書いてあるんだけど、それが、ゼロになるまでに、あゆみのがこう降ってくるんだよね。で、それをうまく時間内に5分間の間にいかに活用できるかというルールです。さあ、考えながら、しっかり、この置くとね、ドロップ数が、減るんで、しっかり、効率よく置いていかないとテトリスにすることができないと。さあ、置いてって、うまく感じに、その光ってるところにテトリスを打っていく。それでこれ一応パフェなんで、パフェはまあまあ得点入るんで、パフェを取って、しっかり T スピンダブル。ここは妥協しましたね。テトリスにはせずに、T スピンで。まあ、一応 T スピンダブルも、もちろん得点にはなるんでね。ただ、このアイミの降ってくるやつで、テトリスするのが一番得点は高いので、そこを、しっかりできる限り狙っていきたいところ。さあ、2個に増えたぞ。どんどん増えていくんですよね。さあ、2個にちょっと多めに置き見せしてしまった。そこにアイミの降ってただけにちょっとこれはもったいない。さあ、アイミの端っこ振って、ちょっとできる限りそこのテトリスに合わせたいところ。なんとか間に合った。しっかり、積んで、そこにテトリス間に合わせましたね。で、ちょっとこれ光ってるとこ見づらいんだけど、端っこにしっかり光ってるんで、そこに合わせてテトリス。端っこ。まあ、ここは積み込みですね。積み込みに派生していき。ちょっとさ、4列目振っていいかよ。振って欲しかったけど、4列目振らず。まあ、ちょっと振るとこう、ランダムっていうのもあるんですけど、まあ、そこをね、うまく自力でカバーできるかどうかですね。さあ、嫌な地形にされる。ドネイトでティスピンダブルでなんとかリカバリー。さあ、ちょっと振らないんで、先に屋根ですね。先に屋根つけたが、これ3列目振るのはちょっと分かっていなかった。これ光ってるのね、結構見にくいんで、一つの場所を振るかなと思ったら、別のとこ振ったりするんでね。さあ、アイムの底を振るのを利用して、しっかり屋根つけてティスピンダブル。先にこっち屋根つけておけば、そこにアイムが振っても大丈夫と判断して、先に屋根つけてなんとかティスピンダブル。そして4列目振った。これは美味しい。屋根つけて、ジェイミの回転入れからティスピンにしましたね。ちゃんとうまい感じに、アイミノが振るか振らないか。まあ、ちょっと今ティスピンミニで得点稼いだけど、そこまで得点稼げないんで、まあ、してもしなくてもどっちでもいいって感じではあるかな。さあ、ちゃんと振ってテトリス。5万4000点。時間が半分ぐらい来ましたね。さあ、地形がだんだん最悪になってくるんですよね。このルール、本当に。あいみのがね、えげつないぐらい降ってくるんで、3個降ってきましたね。さあ、もう最低最悪な地形にされるんでね、それをうまくどうリカバリしていくか。さあ、なんとかいい地形にして、かなり火力が出そうな地形、T スピンダブルテトリス。再び、フルテトリスで得点稼ぐ、6万5000点。さあ、なんとか積み込んで、もう一回テトリス降ってくる。さらにもう一回テトリス打ってきますね。これ美味しい。得点の稼ぎどころ。しかしちょっと地形が悪いんで、そこを整理していきたいところ。ちょっと考えて、あゆみの底振るんで地形整理、プラス、振ってきたんで、得点も稼げる。なんとか、これ、相当辛い地形ですね。相当辛い地形だが、なんとかそこに振るの見越して、積み込んで、なんとか大丈夫。あゆみのから、今のはティースピンミニにしなかったね。まあ、どちらでもいいって感じなんで。さあ、これは振らないので、ちょっと考えながら、なんとか地形を整地させて、そこに振る。あ、振ってたか。ちょっと今、見直しでもこう、振るか振らないか、マジで分かりにくいんでね。ちょっと分からなくなる。もう一回振る。地形がちょっと悪いが、そこに歩みの突っ込みたい。もう一回振る。さあ、あれ、美味しいぞ、これ。美味しいが、今の埋めたくなかったな。ティスピンダブル埋めたくなかったけど、ちょっと、埋めてしまいましたね。これちょっと見えてなかったんだろうな。実戦でやってるとき。さあ、そこにアイミノ振らず、削って、エルミノアイミノまで掘ってって、さあ、鬼畜になってきた。4個振ったりもしますからね。さあ、4個振ってくる。地形がやばい。バシッシッって落としてますね。いかつい音がしてる。さあ、さらにこの降ってくる速度がめちゃくちゃ速くなってくる。なんとか、端っこを利用して、削ってうまい地形にして、ここで STSD を組んでいく。で、アイムの降るんで、これは美味しい。テトリス、ティスピンダブルにはせずに、ちょっとアイムの降ってくるのかけて、ティスピンダブルだけにしたけど、アイムの振らず。これちょっと降ってほしかったですね、できれば。ティスピンダブル、カラティで、まあ、ちょい得点入るんでね。
しかし、カラティせずにあゆみの埋めた方が良かったかな。これもジェイミの埋めちゃったけど、あゆみの振るのを見越して、ちょっと後に回した方が良かったかもしれないですね。ちょっと残り時間がかなり迫ってきていて、焦ってる感じはある。さあ、なんとかなんとか最後、ハードロープ連打して、できる限り得点稼いで、113,296点と。いやまあね、この記録ね、一応世界記録更新したは更新したんだけど、まあもうちょいいけそうな気はしますね、結構。冷静になれば、どうしてもあゆみのね、時間結構その来ちゃうと焦って埋めちゃったりしていた部分あったけども、まあ、冷静になって埋めずにね、開けてる判断とかできていれば、もうちょい伸びたかなって印象はあるんで、まあ、結構、まだまだ改善の余地はありそうですね。しかしながら、この記録でも結構自分が圧倒的の世界記録を誇っていると。まあ、意外にね、この、なんて言うんだろう、難しいですけど、まあ、地形がね、最悪になって、そのリカバリーとかめちゃくちゃ難しいですけど、まあ、やりがいはね、あるルールなんでね。まあ、ちょっと、運も噛み合、ね、あるんで、運要素もあるんで、運が悪いとちょっとね、嫌になったりするかもしれないけど、まあ、そこはね、なんとか自力でカバーできる範囲内だと思うんで、まあ、良ければね、皆さんもやってみてください。というわけで、今日も皆さんご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。